後ろ。あ、後ろ？うん。はい。はい。お願いします。お願いします。あ、お願いします。できるんですね。へえ。わあ、すごいね。あ、なるほど、あっちから撃つんだ。へえ。誰も喋られないの困るんだが。へえ。はい。わかりました。事前に多分いろいろ企画を送ってるんですけど、うん、で全部あの嘘で今日は思ったんだよ、さっき控室いるときさ、なんとなく源田さんにさ、今日何やるんですか、何でしたっけ、何でしたっけって言っても、いつも源田さん、はいとかって言ってくれるのにずっと作業してるあれと思偽の企画なので中身なくてタイトルしか渡してないんですけど、うん、こんなかった何これと射的とか輪投げとかいろいろ用意してるので、もうそれを満喫してもらうっていう日です。わかりました。なので台本をやっぱりマネージャーの長嶋さんからもいつも明日はこんな感じでいきますよとかって来るのに、仮の台本だったんですよね。仮の台本だけがペッペッて送られてきて、文章何もないのに楽しみたいと思います。